さんこんにちは。今日はねハンバーガー、この俺がいるんだぞ。あとポテトもいるぞ。はい、さっき撮ったんだけどマイクオンにするの忘れてて2回目です。テイク2、もう疲れました。説明はしょります。今日は Windows バーチャルデスクトップを作る動画シリーズの第1弾。わかんない、どういう意味、どういう意味。 Windows バーチャルデスクトップっていうのは、クラウド上に作れる VDI 環境です。Windows のパソコンがここにお家に1台あるけど、それが仕事でいっぱい必要な人たちのためにいっぱい10台、100台、1000台って簡単に用意できる仕組みです。キャー、ね、お家に置くと大変だから、クラウドっていうところに置いといて、そこにつないで仕事ができるパソコン用意しててあげて、そこに100台、1000台、1万台って並べといて、そこにみんながアクセスする。やめてみんながアクセスするようにする。そういう、パソコンいじるの禁止、パソコンいじるの禁止。はい、そういうのを作ります。で、それをやるためのまず前段の準備として、今日はまず認証のところを準備します。 ID の登録。何それ。ハンバーガーとかポテトさんが使えるようにするためには、ハンバーガーさんまず登録、ポテトさんの登録が必要でしょ。そうだよ、ね、見せないで。で、それを登録する場所を作ります。ああ、で、Windows バーチャルデスクトップは2つの場所が必要です。うん、1つは Azure Active Directory っていうクラウド上にある ID の仕組み、これをまず1つ必要です。で、もう一つ必要で、アクティブディレクトリーっていうものが必要です。この2個が必要。アクティブディレクトリーが昔からあるやつで、まあ、オンプレミスの認証システムみたいな感じ。で、Azure Active Directory はクラウドベースの認証システム。まあ、クラウドのシステムなので、この2個を使うっていうのが今の仕組みです。多分そのうち、近いうちに Azure Active Directory だけで認証が完結するようになるはずですが、まだできないので、その2つが必要です。で、この間を同期するっていうことも必要。めんどくさ、今日はめんどくさそうなので、今回は簡単に検証環境を作るために。けど後でめんどくさくなるっしょ。うん、大丈夫。うんとね、簡単に作るためにこの2個ね、勝手に作ってくれるサービスがあります。それか Azure AD ドメインサービスってやつがあるから。じゃあそれに任せたらさ、簡単にできるの。そう、このね、2個がね、2個の ID の仕組みと、やめて、カーボン鳴らす、この同期するっていうところの同期つなげる、うん、つなげるホットコーまでやってくれるから。じゃあ他のところ、それを作ります。他のところ、いや、その ID だけのシステムね。で、そこにだからアプリケーションを登録していくっていうこと。で、これが今回 Windows バーチャルデスクトップですよ、やります。じゃあ、はい、じゃあよいしょ。どこ、ね、じゃあ画面に切り替えて、はい、OK。 ちっちゃい、うん、ちっちゃいね、ちっちゃい、パパちっちゃいね、いいよ、なしでいいんじゃない。待ってね、はい、これでまず検証環境の、誰これ、知らん、検証環境の Azure 化のポータルに行きましょう。はい、でアカウントはこれでいいです。何これ、何これ、何この画面。 Azure 管理ポータルっていうとこです。まあ、この Azure 管理ポータルがあって、まあ一つね、一つ以上のサブスクリプションがあるって状態。まあ、ここまではちょっと前準備として必要です。どうやって今回これ作ってます。めんどくさい、もう準備できてるから、ここからやります。めんどくさい。じゃあここから、じゃあポテトさん操作してください。名前喋んない、ハンバーガーやりたい。うん、いや、まずポテトから、はい、ポテト、何、どうして、はい、まずリソースの作成をして作ります。はい、それでAzure AD ドメインサービスだからね、そこから近いのが難しいんだ。ほんとね、 ID だね、左側に ID ってあるでしょ。 ID って押してみて、うん、そう、それで Azure Active Directory じゃないじゃない、これだとクラウドの ID だけだから。で、もうちょっと下に行って、下に行って、下に行って、 Azure AD ドメインサービス、はい、それです、それ、その下、それ、それクリック。じゃあこれから小学校3年生の女子がクラウド上に ID システムを2個作って、それを同期させるというすごい仕組みを作ります。わかった。そのその顔が全然全然映ってないよ、あんたの。うん、そこなら映る。はい、じゃあ行きましょう。リソースグループは、じゃあ新規作成して、んこれサブスクリプション選ばれてるから、うん、リソースグループを新規作成します。これ入れ物ね、 Azure っていう大きなやつの中にサブスクリプションっていうね、お金の払う単位があって、その中に入れ物作ります。じゃあここは入れ物、うん、ね、じゃあこれ名前を決めさせて AAD ドメインサービスだから、こうしとこうか、 Azure AD ドメインサービスの略みたいな感じでね。はい、これでじゃあ OK してください。
これでリソースグループ作ります。ちょっと操作したい。はいはい。DNS ドメイン名はこれは Azure Active Directory とか Active Directory で使うことになるんだけど、まあこのままでいいかな。これ使ってないから、うん。APPG 名なんか世界に一つだけのやつだったらいいから。じゃあせっかくだからなんか名前決めたい？決めよっか。うん、名前言わないで。ああ。本当ね。何がいい？ポテト。ポテトハンバーガー。違う。何がいい？早く決めて。ハッピーセット。ハッピーセット。うん、ハッピーセット。はい。あるんじゃない？ああ、大丈夫、取れた。ハッピーセット。ね、ハッピーセット。はい。地域は、はい。じゃあハンバーガー操作して。日本。うん、日本あるかな。選べたら日本にして。日本ってある？下の方行ってみる。世界中で好きな場所にね選べる。これがクラウドの一個いいとこですね。東日本ってのはね。これ？うん、それ。まあもうちょっと俺が腰が。東。SKU はエンタープライズじゃなくていいね。うん、クリックして。スタンダードに今回しとこうか。一番安いやつね。うん、フォレストの種類はユーザーのフォレスト D です。リソースはちょっと高いエディションじゃないといけなくて、今回はユーザーをうん、リソースフォレストじゃない感じにします。リソースフォレストっていうのは今 AD があってそこに別のフォレストを作って信頼関係結ぶような関係。まあでも今回まあちょっと分かんなくていいや。あ、やめてやめてやめて、ね、はい、じゃあそれで次へ行きましょう。はいはい、やめてやめてやめて、あーもうこれ入っちゃってんじゃん。ちょっとどこに、おい、やめてポテト。はい、何を入っちゃった。ベースの演奏入っちゃうから、はい、じゃあ次は仮想ネットワーク。これはアクティブディレクトリーが裏で作られるんだけど、そこにアクセスできる仮想ネットワークっていうネットワークを選びます。それ新規で作るでいいです、はい、今のままでいい、いじんなくていい、いじんないで、うん、それでいい。でサブネットもそれそのままでいいでしょう。はい、で次へ行って、はい、じゃあ次ポテトさん。あ、やった。はい、で次は管理ということで、管理 AADDC アドミニストレーターズっていうもののグループメンバーシップの管理。これだから管理者を選ぶって感じだね。それちょっとグループメンバーシップの管理、それじゃない、うん、そのグループメンバーシップの管理って押して、メンバーを追加しましょう。メンバーの追加、メンバーの追加、うん、ここに管理者入れとくとその人が作ったものの管理者になれるって感じね。はい、検索する。ほんとね、じゃあその中に、じゃあこれ入れとこうか。ちょっとね、この、うん、abbb@gmail.com って入れといて。あ、いや、ポテトを打って、はい、abbb。どっちまで打ったら出てくるか、多分。一番目にも出てる、一番目に出てる。それ選んで、はい。これ？うん、それ。はい。で、選択ボタンを押して、選択ボタン、下。下。うん、それ、はい、オッケー。メガネないと何も見えない。ポチッ。うん、これでオッケー。じゃあ作成、違う、そこじゃない、 Azure AD ドメインサービスシーズの作成ってところして。あ、もうなんかすげえ暑くなってきた。お風呂入ったのにもう汗かいてきて。はい、それ、うん、はい、じゃあポテトに戻って。ポテト、うん、あ、間違えた、ハンバーガー。はい、疲れてるな。じゃあ次ボタン、うん、もう疲れた。次、やっぱ今日ちょっと疲れたな。はい、道具の種類は全てでいいことにしましょう。これは2つね作るから、 Azure AD と Active Directory、 これで全部同期しますってことね。はい、次、はい、これでもう確認および作成、もうこれだけでおしまいです。はい、し、あ、いいよ、下に行って、下に行って、うん、これで確認して、これで、あ、基本とネットワークがなんかまだ入ってないね。あ、ちょっと基本のところ、どれ、基本っていうところを押して、何か赤がこっちがついてるか、なんかどこか入れ忘れてる。何が忘れてる？下の方に行って。地域とこれが赤ポチ。大丈夫大丈夫、下に行って、下に行って、 下ないよ。ない？あれ、なんでだろう、どこか入れ忘れてるとこある？どう、大丈夫だよね。じゃあネットワークのとこも見てみて。全部いらんだと思うんだけど、新規だよね。あれ、なんでできないんだろう。じゃあ確認、確認および作成って、ちょっとその青いボタンを押してみて。および作成検証中、ちょっと待ちましょうか。あれ、これ作れると思うんだけど、あ、大丈夫だね、うん、ごめん、さっき勘違いだ。じゃあ、はい、作成ボタン押しちゃってください。 OK、
うん、OK。OK。はい。これでデプレイが進行中です。2個できた、終わった。2個できたの、1個できたの、3個できたの。これは10個できたの。2つを、まあ1つのね、サービスなの。Azure Active Directory ドメインサービスって。もう1個やんの？うん、もうこれでおしまい。ID 作るところ。Azure Active Directory ドメインサービスっていうのを今展開しました。で、これで出来上がるのは、まあ仮想ネットワークがあったりとか、サブネットが隣にあったりとか、いろいろあるんだけど、裏では仮想マシンが多分出来上がって、そこでドメイン、Windows、やめろ。Windows サーバーが入って、で、ドメインコントロールのロールが入って、みたいなことがなされてる。で、DNS が構成されてとか。まず、いろんなことがあるんだけど、それはもう全部サービスがやってくれてるから気にしなくてよくて、で、アクティブディレクトリが使えるようになってます。あ、ね、これ終わったらマインクラフトやりたい。わかった。で、Azure AD もできてます。その間に同期が構成されてます。それを構成するために多分仮想マシンはたくさん使われてるんだけど、全部もうマネージドサービスとして作ってくれますよ。それよ。で、スタンダードだから月に多分1万数千円ぐらいだったかな？ぐらいで全部それが使えますって感じになってる。バックアップとかも全部やってくれてる。だからすごい便利ですね。でじゃあまあちょっと動画ねシリーズで WVD 環境を作っていくんですが、やめて。まず第1弾としては ID 作るところはこれで完了にしたいと思います。それの再生リスト作ったら、じゃあ今日の動画これで終わるの？うん、とりあえず1回終わる。でこれさ、作成できるまで多分30分40分かかる。でそれが終わってからちょっとだけ構成がね DNS とかいくつかあるんだけど、まあほとんどもうあとはやるだけだから、バイバイ、はい、一旦これでこの動画は一旦閉めて、次はこれ出来上がったところからにしたいと思います。バイバイ。じゃあはい、カメラに向かってバイ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 、はい、じゃあ2人は夏休みだから勉強も頑張ってください。やだやめて、あやめて、なんでそれで暗くすんの。ちょっと録画終了。Thank you.